全国の都道府県本部代表の皆さん、党勢拡大を目指し、全力投球の戦い、本当にありがとうございます。<laughs> まず、初めに党員登録の御礼を申し上げます。先般2009年の党員登録を全国の支部で行わせていただきました。公明党党党は、党員ののの皆様ああってこその党ででります。選挙でのご支援に加え、 党費などによる財政面でのお力添えや、地域に根ざした草の根の活動など、あらゆる局面で党を支えてくださっている全国の党員の皆様に対し、心から御礼を申し上げます、本当にありがとうございます。さて、本日の全国県代表協議会は、来年夏の参院選大勝利に向けて、心新たにスタートを切る出陣の会合であります。 今回、参院選の第一次公認として、9人の方々を擁立いたしました。選挙区は大阪選挙区の1人、比例区は現職6、新人2の8人、計9人です。東京選挙区についても近く公認をする予定であります。7か月後に迫った参院選は、21世紀の日本の政治の方向を決定づける、 極めて重要な選挙であり、私ども公明党にとっても文字通り、党の命運をかけた健康一滴の戦いとなります。全議員が団結し、心を一つにして戦い抜き、断じて勝利して参ろうではありませんか。参院選勝利の鍵は、団結と行動であります。公明党には他党にはない誇るべき財産があります。それは大衆とともに、 との揺るぎない立党精神に立脚する3000人を超える議員が、比類なき団結力で連携するネットワーク政党であるということであります。そこで、党の特徴を党内外に専用するスローガンとして、公明チーム3000を掲げ、新しい党のポスターのタイトルともさせていただきました。3000人以上の公明党の地方議員、国会議員が、 国民のの声を政策に反映すする新ししいいい活動の旗印ととて参りたいと思いますこの公明チーム3000の底力を最大限に発揮していく観点から、事務局体制を整備するとともに、地方議員の皆様のご意見を党運営、政策に反映するため、全国地方議員団会議の体制強化、新たに方面政策責任者会議と地方文献、 地域試験推進本部を設置することといたたししました公明チーム3000の力量を飛躍的に増していくための提案であり、勝利のための体制づくりに全力を傾けてまいります。